んなお客さんいないよね。ちょっとこうするなぁ。かわいい、あかわいい。セカンドトリートです。どうぞご覧ください。今日は久々に外に来ました。動物と遊べるテラスハリーさんに来ております。皆さん声が聞こえてますか。って可愛すぎ。いいで、めっちゃ可愛い。カワウソさんがいるカフェなんですな。そうなんです。あのね、ここはカワウソさん、そしてチンチロさん、ウサギさんとかと、ハリネズミさんもいる。ハリネズミさんとかもね、いらっしゃる動物と触れ合えるカフェなんですね。今日は癒されに。そうよ、今日だから行きの、 あのタクシー遠回りしたけど許したもん。意外に2人が小動物ね、すごい好きなんよね。ちょっとね、カワウソ初めてなんだけど、見てかわいすぎ。ゆうきさん、カワウソ飼いたかったって言ってたもんね。飼いたいの。キュンキュン鳴くのね、カワウソの鳴き声はキュンです。見て見て見て、ほらすごい、呼んでる呼んでる。手をさ、なんかこう、なんかね、手を確かに。これ案内してくださる方が、ね、あ、確かに今日のご案内してくれるシロタンさんです。シロタンさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。グッズも売られてるんですね。かわいい。カワウソだらけだ。仲良しだ。ちょっとやだやだ。ガンガン蹴ってる。かわいい。泣いてる。女の子2人、男の子1人の兄弟なんですけど、男の子の女の子にちょっと気持ち負けちゃったりしてますね。やっぱり女が強いのね。この子たちが寝ちゃってる時はもうどこ触っても全然起きません。起きない。もしあれしたらお近くお座りいただいて、座っちゃいけないところとかもないので、もう頭だったり手とか足とか尻尾とかもいろんなところ撫でたりしてます。毛固くない？柔らかい、うん、お水を弾く鉄質ですね。可愛すぎるんですけど、寝するタイプなんだけど、普通に寝てる。この子はたまに起きる。この子あのね、超柔らかい。全然起きんね、すごい。懐くんですか。カワウソは懐けますよ。めちゃくちゃ賢い動物さんなんで、あのスタッフの顔とかもちゃんと覚えてる。信頼関係築けるとちゃんと懐いてくれますね。あと耳がちっちゃいの、すごく耳がちっちゃいのよ。あなた女兄弟の中で生まれたってことは結構ほぼ似たように感じますよ。寝顔がちょっとさ、ギサカワ。結構カワウソさんは寝るんですか。生活リズムは人間と一緒なので、夜あのまとめて12時間以上眠る動物さんですね。さっきまであのめちゃくちゃ連打してて暴れまくってたので、さすがにあのガス欠を起こしますね。喋るの苦手。毛皮が分厚くて平熱は人間より高いんですよ。なのであの寒さの方が強いってわけじゃないですけど、対応はしてますから、ね、調びっくりしたよね、びっくりしたよね。何みんなで。なんでこいつって思うよね。初めて見る顔だしね。あ、やだよって。鳴き方でなんかあるの。あの、川田さん12種類以上の声を持ってるので、ちゃんとおしゃべりしてますね。あ、そうなんだ。こんなお客さんいないよね。なかなかいらっしゃらない。いないよね。すごい達也に興味持ってる。なんなんだあんたはって。そしたら、左手で、こういう手を作ってください。そうです、私みたいな感じでこうやって置かせていただきます。はい、でもう片方の手で優しく支えてあげてください。わかりました。行きまーす。やばい。はい。あれ？あ、ボアの感じ初めて見るか。ちょっと怖くなっちゃった。ちょっと待って。ちょっと怖くなった？ちょっと可愛い。ちょっと怖いか。ちょっと慣れさせてみる。怖い。ちょっと怖いな。ちょっと怖い。初めて見るもんな。怖い。あ、あら。あれ？
そちらさんにしましょうか。ちょっとすごい、もうゆきさんの目にドラーンとしてる。ちょっとご案内いたします。ちょっとボア平気かな。ボア平気かな。ちょっとマモ、ボア大丈夫？ボア平気。ひっくり返って確認、そうだ、ね、確認がすごい。ボア平気。大丈夫だね。大丈夫だね。モコモコだもんな。餌欲しいからみんな立ち上がってる。楽しいね。ジュージュー。かわいい。あ、かわいい。食べてる間は静かなんだ、やっぱり。こっちがさくちゃん、こっちがももちゃん。ももちゃんです。さくちゃんです。ももちゃんです。ちょっとあなたさ、すごい取り出すじゃない？かわいい、すごい。なんかニャンニャンニャン、なんか食べ方が。これは何を食べてるんですか？これは今、カワウソさん専用のカワウソフードってご飯食べてる。かわいい。何？そのまま持ち上げちゃってくだんち。持ち上げるんですか？持ち上げていただいて。かわいい。あなたそこにいるの？これはご飯、お菓子をくれみたいな。ただね、私ダコも大好きなんで、基本的にダコしてるって。あ、好きなんだ。日本立ちするんだ。あ、そうですね。日本の汗をかかった時は飯食れ。比較的に長い時間経ってることできますね。あとそのまま歩くこともできます。歩くこともできる。本当だ、本当だ。こんにちは。あら、あら、あら、むにゅっとしてる。こんにちは。この女の子。お腹もかわいい。ちょっとね、グラマラスボディなんで。ちょっとね、確かに。持つ時ってどうやって持つんですか？お水をすくような感じで、こんな感じで抱っこしていただきます。はい。あったかい。しかも大人しいんだね。みんな立つよね、やっぱボアが。かわいい。ずっと鼻が動いてるんだ、ハリネズミって。初めての匂いが分かる子たちなので。あんた初回？あんた初回って。お目目があんまり良くない子に、ね、目は良くないんだ。今おやつの匂いもあるのちょっと気づいてるかもしれないです。宇宙動物さんですか？あ、もう全然、もう全然行きますよ。ミルミルさん、ミルミルさんって呼んでるんですけど。ミルミルさんね。ミルミルさん、ドライのものなので、桜エビ程度に感じてる。ドライ？あ、生きてないんだ。やっていい？大丈夫。すごいすごい。あ、待って待って。あった、ブブブ。でも速攻気づいた、やっぱ鼻で、鼻の前持ってると。今でもちょうど、ちょっとお腹空いてます。うん、こっちで垂れてる。この子にあげて。近づけて。あ、気づいた。早いね。ちょっとやばい。行きましょう。これは破壊力やばいと思う。赤ちゃん。ちょっと私に触り方の説明だけさせていただきます。はい、あ、私のバトです。達也の前でみんなで喜ぶ。私のバトやばい。3匹いる。達也のとこに。やば。私のバテやばい。結構ね、足の間とか、ちゃんと来る。見て、ちょっと達也に群がってるよ。はい。ちょっと群がってるよ。こ
今年の9月21日生まれの四つ子ちゃん全員女の子。うわマジ最近だ。四つ子ちゃんなんだ。みんな女の子。こんにちは。みんな女の子。みんな女の子で。手は手はいいんですか。そうですね。しっかり見えてます。へー。このまま下下ろしてあげてください。手使って食べてる。こぼしすぎじゃない。これちょっとこぼしすぎじゃない。かわいい。あ、かわいい。ちょっとちょっと、かわいい。ちょっと みんなそっちそっち行かんと、こっちこっちもある。こっちもあるから、あなたたち。ちゃんと手使うんだね。この赤ちゃんたちはどれぐらいで、あのさっきの子ぐらいの、でも9ヶ月の子で、あれってことか。成長がめちゃくちゃ早いので、大体生後4ヶ月、5ヶ月ぐらいで、あの2キロ台になる子はいますね。あ、私のまたすごいから今。な、すごい気に入ってるね。かわいい。やばいかわいいね。こんにちは。あ、かわいい。かわいい。寝てる。ほら寝てるんですか。うさぎでか。やあ。でかい。ふわふわ。何これ。タレミミの中で一番大きい種類のへえ。かわいい。お名前そのフレンチロックっていう名前にかけてトーストくんっていう。トーストくん。あ、確かにトーストっぽい。フレンチトースト。フレンチトースト。うさぎさん、爆食いだね。すごいご飯食べる。触ってん、めっちゃ臭そうや。やばくない？めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいいよね。うどしいけいいからね、逃げちゃうんだよ。あ、そういうこと。うん。ふっそ。ふっそさってこと。びっくりするぐらいふっそ。手が前。やばいよ。こちらの乾燥パパイヤなんですけど、よかったらおやつ一個ずつは寝てみてください。乾燥パパイヤです。食べてる食べてる。あ、手使ってね、この子もね。みんな器用だね。一回止まんの、なんのあんた。チンチラさん、フリーズこなすの。なんかさっきからそうだよね。一回止まんの何。全部の動物の距離感近いんよな。下から見ても、下からのアングルが本当に可愛くて、ちょっとウサギさんみたいだ。はい、大人の女の子キララちゃん。はい、ウミくん。はい、ソラくん。人が大好き、人も大好きね。はい、アオくん。ちょっとキララちゃん大途中なので、お魚一本少なめでいきます。めちゃくちゃ文句言われると思います。アイウミくん、アイアオくん、アイソーラーくん、キリちゃん待って、忘れてないから、ね、あなたダイエット中なんだ。あー、確かにじゃん。続いて中の子たちも順番に上げてまいります。もしよろしければ中でもご覧になってください。マサイ族みたいに、マサイ族。はい、ということで、私たちにないものがありまくる、はい、ここ、明治神宮の交差点がすぐ近くでございます、うん、表参道すぐ入ったところなんですけども、動物と遊べるテラス、カワウソさん、チンチラ、ハリネズミ、ウサギさん、ウサギさんもいますね、と触れ合える、うん、こんな場所なかなかないもんね。マジめっちゃ可愛かったね。え、動物のカフェ行ったことある？ない。猫カフェとかはあるけど、うん、私初めて生でカワウソを見た。いや、カワウソもうさ、餌あげるときにちょっと握手できるだけとか多いけど、あそこまで触れ合えると思ってなかったから、めっちゃ可愛い。やばい。私は後で絶対ネットで調べるわ。ということで、たまにこうやって癒されるのがいいですね、うん、ちなみに僕たちはなんかちょっと時間外の特別にあの赤ちゃんを触らせてもらいましたけど、みんなもなんか時間的によったら触れるんでしょう。私悪いけどギリギリ私が可愛いくらいです。あの、ちょっと本当に可愛かった。
珍しく。ギリギリ勝ったのは勝ったけれども。全然負けてるよ。ごめんけど、そこだけは。営業時間など、概要欄の方に貼ってありますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。そして、なんかハリーさん、YouTube もしてらっしゃるみたいね。遠方の人とかはね、ちょっと会いに来れないけど、見たいみたいな人はぜひ YouTube で見たら、もう多分絶対痩せれるから。しかもライブ配信もしてるから。ライブ配信もしてるの、この赤ちゃんとかを見れますよとか。すごいね。どの動画も私たちが可愛いと思うだけの動画でした。めちゃめちゃ癒された。ありがとうございました。ありがとうございます。ハリーさんも本当に癒しになりました。ちょっと家に帰って孤独を味わいたいと思います。また。わかんない。